県民チャンネル。はい、どうも県民です。ということでリボンの挑戦、さあ今回はこちら、そうです、近畿の2位に来ました。ここはいけるんじゃないかなと私は思ってるんですけど、まあ、即死に耐えつつちょっと行ってみようかなと思ってます。で、道中長くなると思うんで早送りでお送りします。どうぞ。はい、侍雑魚が特殊級の攻撃を打ってきます。っていうか先に黄色い先に黄色い方が死んじゃったんやけど、これどういうこと、本当にねえ、爪防御アップの状態なんですけど、まあまあ大丈夫そうですね。はい、ボスの中ボスね、これが即死級の攻撃食らったと思うんで、さあハートとして耐えてみましょう。どんな感じ、これ耐えれるんやったら小食だってもねいけるってことですからね。大丈夫そう、大丈夫そう。はい、ボスが即死打ってきます。さあここも耐えれるんであればね、もうリボン艦隊、特にね即死気にせずに立ち回れるってわけなんでね、あ、いける。次からずっと私ここリボン艦隊で行こう。
はい、2回目のボスの即死がね、来そうですね。まあ、これも耐えれると思うから、まあ、ちょっと時間かかるけど、確実に勝ちたいんであれば、リボン艦隊ありじゃないかな。そう。うん、大丈夫大丈夫。いけるいける。ゲイということでね、打ち勝つことができました。ちょっと近畿の3人もちょっと行ってみようかな。県民チャンネル。はい、3に来ました。まずね、一発目にアビロック。これが結構ダメージ痛いんですよね。さあ、それ、どんな感じか、ちょっと食らってみますわ。その前に、ちょっと予感して、ウェーブで倒さんかったらいい。ああ、友情の入り方はこんな感じです。なんか時間かかりそうですけど。まあ、これ耐えれば。ああ、なるほどね。これぐらいの火力ね。オッケーオッケはい。で、111になってるんで、特殊級の攻撃来ると思うんですけどね。さあ、どんな感じ？やりそう。大丈夫。OK。さあ、来い。これは辛いなぁ。さあ、次こそは、ちっちゃいハートを取ってタイムしていきましょう。左上の数字が、特殊級の広場化すると思う。さあ、どう？これ耐えれるんやったら全然ありやと思うんやけど。あ、全然余裕。余裕っすね。はい、ボス来ましたね。ここ、結構ね、ボス即死ターン深いと思うんですけど、これ耐えれるんやったら、かなりね、もう、本当にリバウン艦隊でいけちゃうよってことになっちゃうんで、どう？魔導士がね、ちょっとやばかったけど、これも倒せば、ボス単体の火力が見れる。あ、これ耐えれたら、全然いけるわ。いける。さあ、もう一発貯めてみますか。こんな感じ。さあ、来い。お、ちょっと痛くなった。怒り状態だからかな。それでもいけるってこと。目標。
あ、ボスの攻撃、どう？あ、全然、怒ってなくても全然ね。さっき怒ってたらあれって。で、私が気になるのが、この、今ビクビクしてる数字は、またあの、アビロ君の顔に来るんですけど、このね、一旦右の1、これがね、大きな数字だったんですよ。なので、こっちの方が痛いんじゃないの？どうなの？どうですか？あ、怒るだけ。あ、怒っちゃうの。怒っちゃうのね。怒っちゃうのね。これがさすがにやばいんじゃないの？これ耐えたら神だよね。さあ、リボン、耐えるやろ、これ。どう？うおー、これはきついか。やれば勝てそうですね。一回即死耐えれば。OK。というわけでね、キンキ兄さん、リボン関西適正でした。ご視聴ありがとうございました。エミでした。ケンキーちゃん、高評価、チャンネル登録をよろしくじゃ。ツイッターのフォローも待ってるつ。おすすめ動画もぜひ見てってくれ。